スノーマン、向井康二、深沢達也へのクレーム止まらず。また、番組には、今月5日に深沢達也が32歳の誕生日を迎えたことから、スノーマンの最年長ふっかさんの最近、大人だな、と思ったエピソードを教えてくださいとのリクエストも到着。しかし、向井は、大人だなっていうエピソード考えたんですけど、ないです。絞り出したけどないですと即答。反対に、子供っぽいエピソードならあるそうで、安倍が、子供っぽいエピソード聞いときましょうかねと興味を持つと、向井は、なんか喋り方がたまに嫌と言い出し、安倍が慌てて、ちょい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 。クレームになってますよと突っ込み。向井曰く、深沢の、すごい疲れてる時の喋り方、が気になるそうで、あの感じが可愛いんですけど、なんか子供っぽいなと。ちょっと、かまってちゃん、なのかな、と思っているとか。他にも、向井は、あとは服装がね、深沢は、買い物好きじゃない。買ったものをすぐ着てきて自慢するとかねと、深沢の、子供っぽい一面を挙げていったが、ほぼクレームのような内容だったため、安倍は、ちょっとこれ、どまんなさそうだな。どうしよう、と戸惑っている様子。